ウィレム2世は、第二代オランダ国王、ルクセンブルク大公、ドイツ語名ビルヘルム2、フランス語名ギオーム2世、ギオーム2。初代オランダ国王ウィレム1世の息子。妃は、ロシア皇帝パーベル1世の娘アンナ・パブロブナ。1792年、ハーグで、オランダ総督ウィレム5世の孫として、生を受ける。その後フランスの侵攻で一家揃って、 イギリスへ亡命した。その後、イギリス軍に加わり、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーと共に、半島戦争を戦った。1813年に、父のウィレム一世が即位すると、故国に戻った。ナポレオンが、エルバ島を脱出すると、イギリス軍に加わり、第一軍団を指揮し、カトルブラの戦い、ワーテルローの戦いに参戦し、負傷している。オランダが、 新たに王国となり、父を入れむ一世が国王に即位すると、オラニエコとなった。1840年、父の上位により即位した。1848年には自由主義派の要求する、王権を制限する、憲法改正を認め、翌1849年にティルブルフにて制挙した。なお、アヘン戦争後の1844年、日本に対して、 開国を勧告する内容の国書を将軍、徳川家吉に送るが、翌年に江戸幕府から拒否された。1814年にイギリス王大使ジョージとキャロライン・オブ・ブランズウィックの間の一人娘であるシャーロット・オーガスタと婚約したが、キャロラインの反対により結婚に至らず、婚約は解消された。 1816年2月21日、サンクトペテルブルクの冬宮殿の教会で、アレクサンドル一世の妹アンナ・パブロブナと結婚した。二人の結婚により、オランダとロシア帝国の関係は良好なものとなった。二人の間には4男一女が生まれた。ありがとうございます。